プロキシ、信号の感じだと今から探しに行くデュアルショベルはこの辺りにいるみてえだ。ここは工事エリアじゃねえから俺らにキャロットはねえ。つうわけで頼りにしてっからな。フォローでの探し物は得意だよ。そりゃ心強えな。デュアルショベルが行方不明になる前の話だが、現場で出た廃材を運ぶために毎日持ち場を往復させてた。見た目の割に身軽で仕事の早いやつなんだぜ。興味あいつなしじゃ回んねえんだ。どうしたベン。あ、いや、今の話を聞いてふと大昔の物語を思い出しただけだ。おお、熱血男児の物語だな。ああ、どうだかな。主人公は確かに男だが、熱血かどうかまではわからない。かいつまんで話すと、巨大な石を永遠に押し上げる罰を受けた男の物語だ。これはあくまで俺の憶測だが、うちの会社の知能機械は日に日に頭が良くなってた。論理コアをアップグレードされたデュアルショベルは、ついに持ち場を往復するだけのつまらない仕事に嫌気がさしたんじゃないだろうか。それでフォローに。持ち場を往復するだけのつまらない仕事だと。ベン、それはちげえぞ。物語に出てきた男もうちのデュアルショベルも毎日立派に筋トレしてたんじゃねえか。本物の男はね、そういう仕事をないがしろにしたりしねえんだ。なんたって筋肉を作り上げるのは日々の鍛錬だからな。それにだ、一見大したことねえような積み重ねこそが魂を昇華させるんだぜ。そうやって磨かれた魂はダイヤモンドより頑丈になる。少し痛いけど思わず拍手しちゃいそう。安藤はこういうやつなんだ。着工式のスピーチでも毎回こうやって場を盛り上げてくれる。ほら行くぞ。まずはデュアルショベルを見つけてグレースにじっくり点検させるのが最優先だ。目的はただ一つ、デュアルショベルを連れ戻すことだ。道中の障害は俺に任せろ。警告、複数の敵個体を検出。ふん、望むところで。行くぜ兄弟。安藤、勝手に飛び出しちゃダメじゃないか。やっちゃったよ。これが男のやり方だ。この後も俺に任せときな。
気引き締めろ。こいつは厄介そうだぜ。あのエーテリアスが知ってるのってミキさん？なんていうかワイルド。おとなしく土に帰れ。はっ、よーい、ドン。邪魔しか食らえ。1エネルギー最大。マスター、このエリアには未完成に終わった多くの建造物が立ちふさがっています。目標の捜索にはこの隙間をくぐり抜けていく必要があります。あなた様の体格でしたら何ということもないでしょう。補足、エージェントベンビガーについてはいくらか困難が予測されます。マジって、俺のハンマードリルの方がでけえじゃねえか。兄弟がつっかえちまう。そっちには行けそうにねえな。安藤、その場で待っててくれ。俺たちが何とかする。マスター、ここにとどま…探索ルートを算出中。安藤さん、妹が新しいルートをマークした。だがルート上のエーテリアスはどうする？問題ねえ、こんなの朝飯前だ。何人たりとも俺たちを阻むことはできねえ。デュアルショベルを探そうぜ。ドアの情報を解析し、残念ながら。注意、前方に高エーテル活性反応を検出。依頼目標と推測されます。見ろ、ありゃ確かにデュアルショベルだ。エーテリアスも大勢湧いてきたな。構えやしねえ、俺と兄弟の相手じゃねえぜ。デュアルショベルの騒ぎを嗅ぎつけやがったか。エーテリアスが次々と囲まれた。いくら来ようと俺たちは止められねえ。極めて危険な敵個体が接近中。ちょっと、やりがいがあるってもんだ。ほんと熱血バカなんだから。うちらも行く。
おちびちゃんまで、あのバカに当てられたのかい？この程度のヤツとは何遍もやり合ってきた。それにな、男はそうやすやすと音を上げたりしねえもんだぜ。そうっすね。つうか、なんだよそのボイスは。お前、論理コアが壊れてんじゃねえか。帰って点検すんぞ。病院にガキ連れてくんのちゃうんやで。俺ちゃんは堂々たる男なんや。男だ。男はダダをこねたりしねえ。ほう、自分言うやんけ。気に入ったね。ほら男同士真剣勝負と行くか。おう、男同士の決闘だろ。マジで行かせてもらうぜ。なめたらあかんね。俺ちゃんのパワーを見せたるわ。絶好のチャンス。ショベル、てなんだって逃げたの？俺ちゃんに勝てたら教えたってもええで。この子の可愛さ爆発級。ぶちのめ。重機にしちゃずいぶんすばしっこいな。やろう、どさくさに紛れてずらかるつもりで。無駄な努力を使うさ。
そろそろ諦めたらどうや。会社には戻らへんで。俺ちゃんは堂々たる男なんや。しょうもない雑務に収まる器ちゃうねんぞ。待つんだ。業務内容に不満があるなら社内で調整できる。これ以上騒いだらエーテリアスに嗅ぎつけられてしまうよ。ひとまず私たちと帰ろう。ホロー用工業デュアルショベルハンス。ジャケルシー、そのダッサい名前で呼ぶな。俺ちゃんのメンツが丸つぶれや。男の名前はな、己で決めるもんなんや。それもパンチを聞いたしっぽい名前やないとあかん。せや、どうから俺ちゃんの名前は。うわ、なんや。エーテリアスの向かい。やめんかい、離せっちゅうに。くそ、俺ちゃんの金星もここまでかいな。男だなんだとほざいといてよ。てめえにとってはその程度のもんかよ。自分なんで助けたいな。本物の男になりてえんだ。立派な夢じゃねえか。そう簡単に諦めちまったらもったいねえだろうが。忘れたとは言わせねえ。俺らは男同士の真剣勝負で決着をつけんだろ。せやったな、安藤の兄貴。何これ。ツッコミどころは多々あるけど、この子はもう大丈夫みたいだね。兄貴、ほな俺ちゃん帰るわ。兄貴を見習って本物の男になるための修行をするんや。小さいことからコツコツやるで。よ、一緒に頑張ろうぜ兄弟。そういや、まだお前の新しい名前を聞いてなかった。俺ちゃんの新しい名前はな、黒金団地100連成功エンジン点灯ハウス。いや、ハウス入ってんじゃん。ああ、おかえり。お仕事お疲れ様。さっき白銀重工から連絡が来た。今から見つけた2台の知能重機を点検するそうだ。最後のパイルドライバーはベンさんが位置を特定したら DM で知らせてくれる。パイルドライバーを見つけるのも時間の問題という感じだね。ただ今すぐ結果が出るというわけでもない。待ってる間、君は君で何かやることを見つけて暇を潰しておいたらいいんじゃないかな。